皆さんこんにちは。マリサだぜ。霊夢です。この動画には、ネタバレ要素もあるので見る際には注意してほしいんだぜ。これは大事なことね。今回はウルトラマングレートについて紹介していくぜ。海外ウルトラマンの一人であるグレートについて詳しく説明していくのね。そうだぜ。劇中での活躍や、必殺技なんかも紹介していくから、楽しんでくれよな。それは楽しみね。そうだな。じゃあ、早速始めるぜ。特撮が大好きなんだよチャンネル。ウルトラマングレートは、ウルトラマングレートに登場するウルトラ戦士で、光の国における宇宙警備隊員の一人だな。確か、オーストラリアで撮影された作品だったわよね。そうだぜ。作品のあらすじとしてはこうだぜ。グレートが邪悪生命体ゴーデスを追って火星を訪れた際、オーストラリアの惑星調査員であるジャック、神童たちを戦闘に巻き込んでしまうんだ。ふむふむ。そして、グレートはなんとかゴーデスを倒すものの、その戦闘中にゴーデスによってジャックの乗ってきた宇宙船が破壊され、さらにゴーデスは完全には倒されておらず、細胞となって地球へ逃走してしまうんだぜ。めちゃくちゃヤバい状況じゃない？ジャックが帰る手段もないわよね。ああ。だから、グレートは戦闘に巻き込まれて帰還手段を失ったジャックを地球に送り届けるため、そしてゴーデスと決着をつけるため、彼と融合、一体化して地球に向かうこととなったんだ。そういう流れで地球に来るのね。それじゃあ、グレート自身の解説もしてほしいわ。グレートの外見は他のウルトラマンとは違い、白い体に赤い模様があったり、三角形に縁取られたカラータイマーがあったりと、当時のウルトラ戦士の中では異色と言えるだろうな。確かにね。ウルトラ戦士って、赤と銀を基調としてるものね。地球での活動は、基本的にジャックに一任していて、怪獣出現などの緊急時にグレートに変身して戦うんだ。変身の時にはアイテムを使ったりするの？ああ。グレートのカラータイマーをネックレスにしたようなデルタ、プラズマーと呼ばれるアイテムを取り出し、それを手に精神統一することで変身するぜ。精神統一っていうのがちょっとワッポくていいわね。だろ？さらに、それまでのウルトラ戦士とは異なり、ジャックとグレートは意識が一体化したわけではないんだぜ。つまり、二人分の思考があるってこと？そうなるな。だから、グレートとジャックは体を共有する相棒のような関係で、ジャックの行動中でもグレートが助言や警告、洗脳の回避といった手助けをすることがあったんだ。すごくいい関係性ね。ただ体を借りているだけじゃないわね。グレートのピンチをジャックが救ったこともあったし、人間が助けられるだけじゃないってことだな。そうね。融合している人間とウルトラマンの脳内会話は、後のウルトラシリーズ作品にも受け継がれているし、素晴らしい試みよね。わかるぜ。ちなみに、グレートは脳内で語りかけるがジャックは口に出して会話するから、周囲からは一人でブツブツ喋っているように見えるんだぜ。周りから見たらかなり怪しいけど、まあいいとしましょ。それで、グレートはいかにも強そうだけど、実際はどうなの？グレートは、基本的には格闘戦を主体とする接近型のウルトラマンなんだ。ああ、レオみたいな感じ？いや、レオの軽快な宇宙拳法とは逆に、グレートは空手をアレンジした重い一撃を主軸とした、独特なファイトスタイルをとっているんだぜ。パワータイプっぽいわね、豪快な一撃を見舞っていそうだし。そうだな。実際、なんとキック一発でレオのレオキックと同等の威力があるらしいし、敵の光線やエネルギーを吸収し、逆に自らの技として打ち込むカウンター技も持っていて、逆転勝利も得意なんだ。聞けば聞くほど強そうな戦士ね。必殺技も気になるわ。必殺技は、波動拳のようなポーズから空間にエネルギーを一点集中させて高熱火球を敵に放つバーニングプラズマだ。これがメインの必殺技なんだが、実は他にも強力な技があるんだぜ。へぇ、他のも聞かせてほしいわ。弓を引く体勢からエネルギーを収縮、それを右腕に集めて打ち込むアロービームや、拳を突き出して放ち、牽制技のように使われるナックルシューター、両腕を突き出して発射する、命中したものを原子レベルで分解してしまうディゾルバーなんかがあるぜ。原子レベルで分解って強すぎない？これが最強技でしょ。あとは、相手の放つ光線、霊気、火炎などのエネルギーを吸収して打ち返すカウンター技のマグナムシュートもあるな。奥の手とも言える技で、劇中でも多くの怪獣を倒してきたぜ。カウンター技ってめちゃくちゃ強いわよね。だが、本編ではグレートの天敵とも言える怪獣が登場しているんだぜ。そうなの？ああ。本編でグレートが戦った最後の怪獣は、環境破壊を続ける人類を滅ぼすために現れたコダラーとシラリーというんだ。コダラーは長き眠りから覚醒し、
シラリーは宇宙の彼方から飛来して、それぞれ人類の前に立ちはだかったぜ。どっちも強そうな怪獣ね。それで、グレイトとの戦いはどうなったのかしら？ゴダラーとグレイトの戦いでは、打撃、ビーム攻撃ともにものともしない防御力を誇るゴダラーにグレイトは苦戦を強いられ、放った光線も打ち返されてしまうんだ。相手もカウンター攻撃を持っているのね。でも、グレイトだってできるわよ。そうだな。そうして打ち返された攻撃を、さらにエネルギーを増幅させたマグナムシュートで打ち返したんだが、なんとコダラーは、そのマグナムシュートをも打ち返してきたんだぜ。え？打ち返したのをさらに？恐ろしい奴だわ。だろ？さすがのグレイトもこれを打ち返すことはできず、直撃を受けて敗北してしまったんだ。強力な戦士であるグレイトが負けちゃうなんて。その後、グレイトは生還するものの、自身に残されたエネルギーでは、あと一回しか変身できないという絶体絶命の状況に追い込まれてしまうんだぜ。それじゃあ、次の変身が最後になるってことね。ああ。そしてグレイトがコダラー相手に敗北を喫した後、シラリーも宇宙から地球に向けて動き始めていたんだ。さらに怪獣が増えるの？コダラーだけで精一杯よ。そこで、人類も大陸間弾道ミサイルによる核攻撃を行うことでシラリーを倒そうとするも、倒されるどころか逆にそのエネルギーを吸収した上で地球に飛来してしまうんだ。めちゃくちゃなやつね。その後グレイトは、コダラーとシラリー相手に最後の戦いを挑むことになるぜ。でも、数で負けてるからグレイトが圧倒的にピンチよね。だが、地球には人類がいるぜ。ユーマがパルサー砲に装着した古代のプレートを用いて、ビームの反射合戦をコダラーに挑み、なんとこれを下す大金星を挙げるんだ。人類やるじゃない。それじゃあ、あとはグレイトとシラリーの一騎打ちね。シラリーとの戦いは、グレイトが激戦の末にシラリーを撃破するんだが、実はシラリーの体内に残った核ミサイルのエネルギーが爆発しそうになってしまうんだぜ。死んでも恐ろしい相手ね。そして、グレイトは暴発による被害を宇宙へ逃がすべく、ジャックと分離した上でシラリーの遺体を抱えて宇宙に飛び去っていったんだ。グレイト、惜しい人を亡くしたわね。いや、今後の客演でも登場してるけどな。あれ？そうなの？ということで、ここからはグレイトの客演時の活躍について解説するぜ。グレイト後の客演は、新世紀ウルトラマン伝説で踊っている程度だったんだぜ。そして、M78 星雲出身という設定から宇宙警備隊員の一人として、大怪獣バトルウルトラ銀河伝説ザ・ムービーで登場したんだ。そうなのね、この映画ではどんな活躍をしたの？大怪獣バトルウルトラ銀河伝説ザ・ムービーでは、光の国に襲来したウルトラマンベリアルを他のウルトラ戦士たちと迎え撃つも、まとめてボコボコにされていたぜ。あれ？なんか思ってた活躍と違くない？ラストシーンでは、パワードや USA トリオなどの海外ウルトラマンたちと共にキングの演説を聞いていたんだ。今回もめちゃくちゃちょい役だったわね。ウルトラマン熱伝第100話では、放送100回を祝してゼロが番組冒頭でグレイトからのお祝いのメッセージを伝えようとしたが、ベリアルとダークネス5がビーコンの能力で番組をジャックしてしまったため、グレイトからのメッセージを伝えることはできなかったぜ。ベリアル何やってるのよ。でも、存在が示唆されてるだけでも嬉しいわよね。そうだな。ゼロはグレイトのことをグレイト先輩と呼んでいたし、それまでウルトラマン熱伝ではグレイトに関する紹介はほぼなかったから、喜んだ人も多いと思うぜ。この調子で活躍してほしいわね。そしてウルトラララクシーファイト大いなる陰謀では、日本の映像作品では約10年越しの再登場を果たしたぜ。すごいわ、今回はどんな活躍をしたのかしら？今回は、過去にレオがゼロに稽古をつけていた K76 星にて、惑星ミカリトに囚われてゴーデス細胞に侵されつつあるマックスを救おうとするリブットを、パワードと共に鍛え上げたぜ。師匠みたいな立ち位置なのね。確かに強いし。ああ。そしてリブットの覚醒の後、彼のマックスの救出作戦にパワードと共に同行するが、マックスはゴーデス細胞の侵食の進行によって暴走状態となっていたんだ。危険な状態ね、助けてあげないと。グレイトはマックスの元に向かったリブットを追いかけようとするが、そこに現れたヘルベロス、スラン星人の襲撃をパワードと二人で迎え撃つことになるぜ。ふむふむ、グレイトは勝てたかしら？戦闘では、スラン星人を着実に格闘戦で追い詰め、高速分身したスラン星人の本体をバーニングプラズマで正確に撃ち抜いて、撃破寸前まで持っていくという強さを見せつけたぜ。高等技術まで見せてくれたし、さすがね。そして、マックスを無事救い出した一行は、光
の国に赴き、マックスと共にアブソリュートタルタロスには何か他の狙いがあるという推測をゾフィーに伝えたんだ。今回は大活躍だったわね、嬉しいわ。ということで、これでウルトラマングレートの解説を終わるぜ。屈強な肉体を生かした戦い方や客演での活躍について知れてよかったわ。そうだな。今後もどこかで登場するだろうし、大活躍を楽しみにしていようぜ。とても楽しみね。他にもウルトラマンについていろいろと解説をしていくからチャンネル登録よろしくなんだぜ。また次回も、よろしく。ご視聴ありがとうございました。